550マラネロは、イタリアの自動車メーカーフェラーリンが製造していた、クーペタイプのグランツーリスモである。JLMC 使用車 365GTB4 以来の FR スポーツカーとして1996年のニュルブルクリンクで発表。メカニズム面では、アルミボディと交換スペースフレームを採用し、456GT にも搭載された5.5リットルエンジンを、 チューニングし、65度、V 型12気筒 DOHC48 バルブを搭載。エンジンは、ドライサンプ化し2段階可変、バリアブルジオメトリーインテークと、可変性圧液キゾーストなど、新しい技術やアルミ構造ピストンとチタンコンロットは、カイ1マシンや F50 などから譲り受けた、最高の傑作とも言える。コンピューター系だけではなく、パワーも上回り、カイ40を超える。 時速 320km のスピードを誇る。またフィオラーのサーキットでは 512M よりもタイムで上回った。デザインはもちろんピニーファリーナによるもので 275GTB を連想させたデザインである。2000年には限定オープンモデルバルケッタも追加した。2001年からはプロドライブがチューニングを手掛けたマシーンが FIAGT 選手権へ参戦を開始。 2003年2004年には、プロドライブ製のマシンを走らせるスクーデリアイタリアが、FIA GT 選手権のシリーズチャンピオンを獲得。ルマンシリーズでも2004年2005年に、GTS クラスを制している。さらに2003年のルマン24時間レースでは、プロドライブ自身が走らせたマシンが、LM、GTS クラスのクラス優勝を飾っている。ありがとうございます。